はい、皆さん、こんばんは。ザンと申します。今回もぷよぷよさんのゲーム実況的なやつやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回は、ストーリー、まあ、一人でぷよぷよのドラゴン編やってきたんですが、まあ、今回は次の感じですね。普通モードの、このアルルですね。アルルのストーリーやっていきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いしやすと。最初はドラゴンですね、ステージ1が。まあ、ということでね、前回のドラゴと違って、もう暑さに頭やられちゃった感じで、もうフラフラなんですが、まあ、ここで勝負ということですね。で、まあ、このモードのね、アルル編は、まあ、ストーリー簡単に説明すると、まあ、前回よろしく、あれですね、サタンが、まあ、熱くしちゃったから、太陽でかくしちゃってね、まあ、その、元に戻せと。いうことでね、またしばきに来るという、まあそういう感じになってますね。ちょっとこれ形わかんないから、茨にしよう。で、まあこれ太陽ぷよまだ来ないと思って来るか。どうしようかな、これは。まあこういう感じで、組み進めていきますか。いやー、これは、どうしようかな、死にそうだから一回単発ですか。もう打っちゃうか、これで。ということで、アルルも可愛いですね。連鎖ボイスがもう素晴らしい。ま、これはもう勝ち確ですね。ま、ドラコがやられてる姿も、そそられるよね。なんて可愛いんだろう。ということで、ステージ2、インキュバスですね。ということでね、殺されないためにも、ぷよ勝負でしっかりと芝居ていきましょうというわけですね。やっぱこのさ、ぷよぷよの後ろの背景のさ、立ち絵めちゃくちゃいいよね、本当に。対抗すぎる。一回見に行って。まあ、適当に組んでいきましょうか。非常に嫌なとこ振ったんだが、まあ、一旦気にせず組んでいきますか。こういう感じにしてあげて、とりあえず暴発しないように意識していきたいが、どうしようかな。まあ、こう組むか。まあ、これは十分受けれる体勢にはなってる。いや、どうしよう、緑ハッカー狙うか。まあ、若干怖いが。これ、太陽ペアが怖い。もう撃っちゃおう。まあ、順調に打っていくと。いやー、このさ、BGM がめちゃくちゃいいよね、本当に。懐かしさが非常に出てきて、エモいですね。ということで、芝居ていったと。で、次は、スケトウダラですね。まあ、タラを見ると、まあ、ちょっと一遊さんとか思い浮かぶな。Thank you.
まあ、昔のスケトウダラはね、今と違って割と嫌味なっぽいキャラな感じだよね。まあ、スネ夫臭がするよね。まあ、とりあえず、組んでいきましょうか、これも。まあ、これはちょっと LLR っぽくするか。まあ、細かく打ってくるね。まあ、タラの特徴としては、割と細かく打ってくるイメージがあるんだが。まあ、それは無視して、適当に組んでいきましょうか。まあ、ちょっと本戦、一本の形になりすぎてるから、ちょっと俺注意の形なんだが。ギリ本戦は生きてるが、あ、死んでるな、本戦これ。どうしようかな。まあ、一回、単発消し、っていうか逃げさすか、これ。太陽で。太陽2連鎖。そこ割と振られるとだるいんだが。まあ、赤は1個欲しいなって感じで、これはもう打っちゃいますか。割と辛いんで。で、これ連射がないんですね。10ゲーム止まりと。まあ、かと言いつつ、十分強いと。ね、めちゃくちゃね、これね、太陽風ポロポロ降ってきてね、これ連鎖が崩壊させられてしまうというね、そういう難しい側面がやっぱりぷよぷよさんあるんですね。まあ、ルール的にはかなり不人気なルールとなってますね。まあ、なんだかんだでぷよぷよ2のルールが一番やりやすいよね。ということで、ステージの危機ものですね。ということでね、聞き漏らせにやっていきましょう。まあ、あんな風にね、地面で引きずられたら、もう大惨事だね。さあ、やっていこうか。まあ、これは、どうしようかな。いろいろまあ、いいや。あれにしよう。そこ振る？そこ振られるとだいぶしんどいんだが、まあ、とりあえず、あれですね。新 GTR 組んでいきますか。新 GTR という単語は一切出てこなくて、ちょっと、おじいちゃん化してるか。そこ振られるとだいぶしんどいんで、一回、穴開けようか。まあ、赤伸ばしって感じで。てか全然お邪魔降ってこないのが逆に怖いが。3連はもう間に合わないんで撃つしかないですね、これ。さあ、しっかりお邪魔を考慮した、この8連鎖ということで。撃っていく。タイガリ！ま、順調ですね。で、聖女子、の方法ですね。まあ、言わずとしてた、カエル。カレーアレルギーということでね。まあ、どこの部分がアレルギーなのか、果たして具の部分なのか、それともスパイスの部分なのか、そこは諸説あるが、カレーアレルギーとのほほと対決ですね。はい、まあ、カイル済みの原型ですね、これ彼が。まあ、彼こそがカイル済み。もう彼がもうカイル済みです。よく言われるね。伝説のカイル済みの、まあ、真骨頂が見れるという。わけなんですね。まあ、これはこういう感じで、連鎖入れてあげて、まあ結構ね、カウンターチックに組んでる状況なんだが。で、まあ、これはしっかりと本戦打つと。まあ、カエル爪怖いとこね、こういうところあるからね。ああ、これ俺紫暴発してるわ。飛んでねえわ。
アジウイシの刃。よし、完璧。ちょっとだけ本気になっちゃったね。ということで、しっかりとカエルも倒して、今度は子供ドラゴンですね。生殖。ということでね、アルルのことを煽ってくる、子供ドラゴンでしたと。いうことでね、まあ、子供がドラゴンに乗ってるから子供ドラゴンという名前らしいですね。で、まあね、僕がね、結構ね、幼少期、まあ、幼稚園時間の頃のこのゲームやってた時はね、こいつに本当に勝てなくてね、パパ、ちょっとこいつやってよって感じでね、よくねだってましたね。まあ、そんな思い出もあります。まあ、それを置いといて、まあ、適当にやっていきますか。で、これね、連鎖ピが入らないんで、適当に頭伸ばししていきましょう。どう伸ばそうかな。まあ、紫入れるか。あー、ちょっとやばいかも、それ。で、まあ、単発で一回操作当てといて。で、紫揃って発火しましょう、これは。で、残りはジオッタという感じですね。で、相手が結構操作出てくるけど、俺の方全然硬直で、全然ツーも下ろせなかったが、まあ、ここは順々に変わっていくと。さあ、進んで、ウィッチですね。みんな大好き。ステージ7のウィッチと。まあね、セルフコーヒーカップをやってた感じですが、まあ、あの光景見てると非常に薄い本が厚くなりそうな展開でしたね。まあ、そんなことは置いといて、秒勝負と。もうこれ前傾戦だね。で、この前傾戦ね、あれなんだよな。あー、でもこのモードだとあれかな？打ってこないか。ぷよぷよさんだと結構、前傾戦になると、あれなんよ。太陽ぷよがわっしゃり降ってくるイメージだったけど、まあ、そういうことはなかったね。まあ、そこは、ま、適当に置いといて、ま、普段組まない形組んでるんで非常に不安なんだが、赤が全然来ないと。赤が来なくて怖いが、ま、ちょっとこれ一回二連鎖対応しないと死んじゃうな。で、ま、軽減しといて、あー、やばいね。やばいね。めっちゃ降ってくるね。ま、これがね、太陽ピョーのやばいところっていうね。これ回せない。死んでしまった。でもこう、なんか、キョキョキョって言ってる感じのウィッチも可愛いな。さあ、今度は死なないように、真面目にやりましょうか。普通に組んでいこう。まあ、こういう風に組んであげて、挟み込んで、まあ、適当に GTR 組んでいくと。っていう感じだね。どうしようかな。まあ、そう振ってくる。まあ、ここ赤入れてあげて、まあもう発火できるけど、どうしようかな。もうちょっとピッピン。そこで、単発来るな。怖すぎ。まあこれは赤間ですね。まあメテ打ってくるが、まあ十分、十分って感じだね、これは。さあしっかり倒していく。で、ステージ8の増大魔王ですね。
まあね、100万度あったら、もう地球が崩壊しそうな気がするが、地表を。まあそんなことは置いといて、増大魔王戦ですね。やっていきましょう。まあこれも適当に組んでいくか。あ、いきなり単発撃してくる。いやらしいですね。ちょっと土台が出来上がってないのが、ちょっと怖すぎるんで。まあ早々に組み上げていきたいが。まあこれ一回単発で、と思ったが、二連戦になっちゃった。二連戦になってしまうのはちょっと苦しめだが、どうだ。結構細かく振ってくるのがしんどいな。これ青二つ上乗っけて、うおっとずれてしまうと厳しいな、それ。それ辛いな。コンピューターの殺意が割と高いんだよな。この、太陽ぷよを含めた火力となると、単発でも非常に大きく火力が食ってしまってね、なかなか厳しいところがある。じゃあ、気を取り直して切っていきましょうか。まあ、早い単発がね、本当に困るような感じなんだが。降るの早いね、やっぱ。ふっと来ちゃうもん。高めに組んどいて。まあ、そこ来ないなら、まだ大丈夫だが。どうしようかな。ちょっと緑必要なんだけど。緑全然来ない。ちょっと大きめ打つか。で、マークもこれでいっちゃうか。お邪魔で連鎖び壊されたから。はい。終わりー。ってことで、正式ハニービーですね。アルルの、あ、なんか飛んでるって言い方めっちゃ可愛いよね。ということで、ハニービーと戦っていきましょうか。赤多いな。あれはおお、なんかすごい挙動した。すごい挙動してしまったが、どうしようかな、これ。まあ、ちょっと普段と組まない、違う形組んでみるか。どうしようかな。青がめちゃくちゃ欲しいんだが、青が全然来ない。その間にめちゃくちゃ降ってくる。困るねー。とりあえず、ちぎっておいて。まあ、これも単発ゲースか。青が欲しいんだが、来ない。まあ、やっぱね、5色になると、なかなか、その方が厳しいな。やり直そう。まあ、ちょっと受け広めにしたい感じはあるな。まあ、これなら十分だが、それでもなんか、若干不安がある状況だな、これ。3段振る、それ。3段振ると結構厳しいんだが。だ、緑がめっちゃ欲しい状況だが、多分緑が来るか。来ましたね。81で発火しましょう、これは。まあ、連鎖では考えずね、適当に打ちましょう。よし、OK。はい、次、勇者ラグナス・ビシャシですね。ステージ10。頬を赤らめるアルルも可愛いと。ちなみにこのラグナスはね、セガサターンの魔導物語で非常に重要な、まあ、キーキャラになるという、まあ、そういうキャラクターですね。でも初出はあれなんだよな、このぷよぷよさんなんだよな確か。
まあ、そんなキャラクターですね。で、まあ、そういうのは置いといて、また適当に組んでいきましょう。で、結構いやらしいとこ降ってきてますね、これ。ああ、2連続きついな、それ。2段降ってきたなーっていう感じだが。とりあえず、青が体重に来たら嬉しかったが、非常に嫌なとこ降ってきたね、これ。で、まあ、ここ1回2連鎖で対応しといて。で、青を発火したいんだが、青が、全然引けないね、これ。で、まあ、細かく2連大きめ打つ。おどうか、これ。2連でだいぶ振るんだよな、これ。ほんと、太陽プレイのおかげで。おかげというか、せいというか。で、これは赤がないから5連鎖止まりと。悲しいですね。ま、それでも勝つと。で、ステージ11、ルルーですね、ルルー。最高に可愛いですね。まあ、僕が、このぽいぽよさんが一番好きな理由でもあるのが、もうこのルルーというキャラクターですね。そしてプレイステーション版のこのね、ボイスがね、非常に素晴らしいですよね。一番好き。もう最高。ルルー万歳。もうルルーがあれば、もう、世界は救われると思う。本当に。まあ、そんな気持ちで僕はやっています。で、まあ、青ハッカー狙いで、ああ、これ一回痛い。そこずれるのは、やばいな。これ結構死にそうだな。これ、ちょ、死んな。まあ、なかなかね、ちょっとね、騎士も古いこともあって、なかなか置きミスが出てしまうな。うん、お借りしたいです、非常に。じゃあ、ホイジャマ、気を取り直してやっていきましょうか。まあ、なるべくね、盤石な形を整えていきたいが。確定でこれ右踏んのかな？右じゃないね。これ左だね。さあ、しかし、ツモがなかなか厳しい状況だか、これ。どうしようかな、これ。紫も結構欲しい状況だから。紫全然来ないな。まあこれ買って紹介してるかも、打っちゃうか。で、これは緑までの連鎖ですね。やっちゃいましたわ。ああ、もう可愛い、ルル。太ももがいいよね。ということで、ステージ12、シェゾイギーこと変態ですね。変態もとしてやっていきましょう。闇の魔導士に健康的なイメージなどいらんわ。じゃあシェドって暗くてジメジメしてカビ臭くてキノコが生えてるようなキャラクターなんだ。おのれ潰してやる。ということでね、顔真っ赤にして怒っていますが、しっかりと戦っていきましょうか。で、このシェゾの背景もかっこいいよね、めちゃくちゃ。基本すべてかっこいい。このゲーム。で、まあ、これは、こういう感じに組んであげて。どうしようかなー。打っちゃうか。で、7連打って、パピッと、やっていこうか。で、めちゃくちゃ操作やってて対応してくるが、まあこれはもう勝ち確ですね。えい、オッケー。ってことで、ステージ13、サータンですね、最後。サータン、太陽をあんたによく見て、一体何を食べ
パン様がギャングもっともっともナイスガイになるためだ。ギャングにモテモテだ。ファイヤー、こんなに肌を焼き付けてコケコケさんならギャングに焼いてあげるわよ。ということでね、ギャルにモテモテになるためのサタンを成敗していきましょうと。で、まあ、適当にこれも組んでいきましょうか。おお、いきなり打ってくるね。まあ、ちょっとメリット台っぽくしようか。さあ、赤の胴体のところに降ってこなかったのは、プラスポイントとか、まあ、さすがにそろそろ降るよね。そこまで来ると。まあ、細かく打ってくるのがね、結構しんどい感じであるが。しんどいね、これ。もう一回単発で、どうにかしといて。どうしようかなー、これ。結構、総裁を管理しないとね、辛いところがあるんだよな。で、まあ、補助輪入れて。まあ、赤のとこも振らなかったな。まあ、セーフ。あった、このとこ。まあ、適当に言うと、補助輪に願いを。まあ、最後、ひどい連鎖だったけど、まあ、勝ったね。とりあえず。オッケー。ということでね、結局は太陽が恋しいカー君でした。ということで、これで一応ルーじゃねえわ、アルル編でね、この終わりという感じだね。まあ、ちなみにノーダメージクリア、まあ、一回もコンティニューなしでやるとさらに隠しキャラが現れるということになってるらしいです。まあなかなかね、今やる環境がないからね。まあ試してみてええかがというのはちょっと難しいところだが、まあ。非常にね、ストーリーおすすめなんで、まあ、もし機会があればやってみてはいかがかと思います。あー、ルルーかわいい、ルルーかわいい、最高。はい、という感じで、スコアは、58,317 と。ということでした。ではエンディングですね。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価の方もよろしければよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。